ビルボードポッドキャスト MC のでです生マリコです生今、すごい雨が降っているので、もしかしたら雨とか雷の音とかが入ってしまうかもしれないので、<laughs> ちょっと覚悟して聞いていただきたい,い <laughs> 雷はね、すごいでかいんでね、相当、多分近くに落ちてるぐらいでかいんで、でうん、ちょっと気をつけてほしいんですが、極力ね、編集では切るようにはしますけど。 あはい、いあはい、お <laughs> いどうしても切れない可能性がもしかしたらあるかもしれないんで、ちょっとお気をつけいただけたらと思うんですが、今回は2人でね、ゲストも呼ばず、2人で久しぶりにやろうということで、はい、ゴールデンウィークは、まあ、動画っていうか、映像作品をいろいろ見てますけど、はい、飽きずに。最近ちょっとね、なんか飽きてきた感じが世間的にね、しませんかえ本当ですかかなんかもう もう一ヶ月ぐらい経って映像を見るのが多くが疲れたとか,とか、あ,<ー>あのなんかバトンチャレンジ的なやつああ、バトンか。リレーするやつリレーするやつに疲れたとか、うん、なんか自粛を始めて一週間ぐらいでやり始めたムーブメントに疲れが出始めてきてる感じが若干感じるんですけど。 やっぱり人って、やっぱ1ヶ月ぐらいですかね、持つのが、ブームが。人間である以上1ヶ月しか持たない感じが、なんかね、ねちょっとずつ感じるようになってきてね、もう、どうなるんでしょうね。僕は疲れてはないですけど。新しいの、うん、いのなんか生まれないと。うん。なんかないかなで家で、家でできることってね、あんまり思い、なんか思いつかないですよね。もう、映像を見るか、もう僕は掃除をしまくるとか、 <laughs> でももう掃除するとかなくなったんで、だからもうないんですよね、<laughs> 本当に。やることが。本を読む、もう、ないし、本も。なんだろう。読み終わったし、どうしようかな、みたいな、っていう感じです。確かにね。いや、私は、その、今、太田さん知ってるかわかんないですけど、はい、なんかお菓子作りが今流行ってるんですよ。世間。ああ、でも、はいはい。流行りそうですね。なんか流行ってるらしくはて、はい、パンを作るだとか、 なんか焼き菓子を作るだとかはいでもその流行りのおかげで、はい、もうスーパーではそういうなんだろう薄力粉とか小麦粉とかホットケーキミックスがもうないんですよああ友達が言ってたな言ってました友達がツイッターで言ってたから言ってたらしいねうんらしいで、ね、す、うん、もう、うん、いやもう本当にない本当にゼロだからまあこのブームがじゃあ 多分1週間、2週間ぐらいから始まったんで、じゃあそろそろ落ち着いてくれれば、うん、私が挑戦できるっていうのがあるんで、うん、私はまだその楽しみが残ってます。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。いいですね。僕はキッチンが。いや、僕は自炊はできるんですけど、料理自体は多少はできるんですけど、僕の家のキッチンが終わってるので、<laughs> 料理をしてないだけで、<laughs> うん、うん、できない。 ですよね。ンが終わってるからキッチンが終わってるからなんか台所も小さいしっていうことあ、じゃあどなんか野菜育てたらいいんじゃないですか野菜うんいやだから野菜育ててもさ自炊できんのやったら無理じゃないですか、うん、作ってもかかサラダ人参を育てても人参を炒めたり湯がくことがないから <laughs> もう育てるもんとしたらキュウリぐらいしかないですよねもうそのままいけるってことで。うん でもこれぐらいこれぐらいの時期の方がいいのか、夏野菜は。夏野菜はこれぐらいの時期から植え始めるのかな。あそうですね。でももう遅いんじゃないもう遅いから、5月は。遅いから、多分ギリ間に合うと思うな、5月やったら。間に合うか、急いで買わなきゃいけない。でもこれは不要不急の外出になるんやろか。なっちゃう。なっちゃう。なるよね。じゃあちょっとやる。 う植木鉢を買いに行くのもめんどくさいんでそう土も買わなきゃいけないし土に買ってなんか肥料も買ってスコップも買うんでしょもう, <laughs> もうめんどくさいんでやめますダメだはいやめますまあちょっといろいろ探し<な>はいいろいろ探しますなんとかそうですね探してくださいはい、まあ、全然僕は映像に飽きてないんで映像をどうせ見ることがあると思うんではい、うん、いっぱいありますよややいっぱいあるのでやっとブレイキングバットをね見始めたんですよ ドラマであれシーズン6まであるのかなシーズン6まであって、で、その中に出てくる登場人物のスピンオフ作品のドラマがあって、それもシーズン5、5ぐらい、ベターコールソウルか、シーズン5ぐらい、なんか最近ね、最新シリーズのドラマが毎週あのアップロードされてましたけど、っていうのがあるから、で、僕はブレイキングバットのシーズン3に今入ったところやから、だから残り、 ベターコールソール合わせ残りシーズン8つぐらいあるのね。<laughs> だからしばらく困らないと思うんですけど。もう十分十分ですよ。<laughs> しばらく困らないと思いますけど、<laughs> うん、まあ映像ばっかり見るわけにもいかないんでね。目をいたわるという意味でも。<laughs> 確かに。目が悪いんで。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日は5月6日水曜日ですけども、えーはい、今日発表した5月11日付の、えー、総合ソングスチャートのトップ3を 発表いただいていいでしょうか？はい、えー、ホット・ワン・ハンドレット。第三位はオフィシャル・ヒゲダン・ディズムのプリテンダー、第二位はリサのグレンゲ、そして第一位はオフィシャル・ヒゲダン・ディズムのアイ・ラブでした。はい、えーと、トップスはね、いつも通りですねと言いたいところなんですが、うん、えと今週のね、えー、先週。 のエピソード。だ前回のエピソードでもね、ちらっとお話ししたトの香水って楽曲が、はい、アーティストがエイトで曲名が香水ですけど、はい、香水が、えっ、ー、と、先週が34位だったんですけども、今週5位に、えー、チャートインをしました。すごい。はい。えー、と、ストリーミングがね、特にすごくてね、えー、と、ストリーミングのチャートで3位を記録してます。 サインサインなんですよねサインねサインなんですよ皆さん。うん、もう一回言いますけど、A と <laughs> の香水がサインに入っているんですね。ストリーミングソングチャートで。<laughs> うん、チャートイン週2回、2週目。チャートインの2週目で、ストリーミングのサインにまで来ているんですね。今までね、チャートインの2週目でサインってね、相当今までなかったな。今までね、じわじわストリーミングで順位を上げてトップ10に入るみたいなことありましたけど、 もう3位に2周目にしてチャートにしているっていうのはかなり稀なケースでございます。うん、っていうことがあってね、ですので、ストリーミングでね、3位ってことは、ちなみにストリーミングソングチャートの1位がヒゲダンのアイラブで、2位もヒゲダンのプリテンダーなんですけど、はいえー、キングルーの白日が4位に落ちたんですね。ですので、えー、っと白日がトップ3から 外れるっていううのは23週ぶりりということこになります約半年5ヶ月ぐらいじゃないですか。うん、約5ヶ月ぶりぐらいに4位になるということになっています。もうね、<の> TikTok とか TikTok から人気が出始めて今 TikTok を使ってない人でも聴いてるような、えー、楽曲が上位に来るようになりましたね。夜遊びのようのにかけるとか、うん、リンネのスノーチャムとか。 あ夜にかけるもね順位が数ランクアップして,て、ね、ストリーミング、うん、ストリーミングで、えー、6位になってますけど、ね、でもこのトップ10このストリーミングのトップ10のうちの6曲がヒゲダンってこれもまたもうすごいっすねもうほぼ毎週そんな感じですよねうんうん絶対うすごい 5, 5か6曲ぐらいはトップ10に入っているぐらいですよね ただ何やろねアイラブとプリテンダー以外は若干落ちてきている感じも否めないかなっていう感じですね。そ,のそれこそ香水とか夜にかけるが上に来ているので。うん、来るから。っていうのもあって。みんなすごいな。いはい、定番化してるんですね、もう。あその TikTok とストリーミングのどちらも使用しているっていう人たちが増えてきているからかなとは思うんですが。うん。そうですね。だから決してね、この,その香水だって。 そんなすごい大きなレーベルから出しているわけではなかったはずなので、うん、だからインディーズの人たちが売れるヒットする一つのあの道筋ができつつあるかなとは思いますけどでもどこで何がきっかけかっていうのもわかんないですもんねそうですねわかんないですよねだってそもそもこのね香水って楽曲がね発売されたのは去年のだから2019年の4月21日ですから うん、1, 年前1年以上前の曲で1年以上前の楽曲ですから,だから本当に少なくとも僕らは分かんないかななんでこんなことになるのかまあでも,そん,なもんよそんなもんじゃないですかでもそういうこともあるんじゃないですかなんか昔の曲がヒットするっていうのは、まあ、これまでもあったことだと思うのでなんか例えば CM に使われて昔の曲に注目を浴びるみたいなのは。 あったような気がするので、それがまた違う形で出てきたのかなっていう感じはしますけどね。ねでもなんかいろんなチャンスが出てきますよね。そうですね。TikTok の影響もあってヒットするっていうのは結構ね、あの海外アメリカでは結構、もう去年一昨年ぐらいからあった流れだと思うんですけど。<ー>そ,うそうですよ、ね。今年もね、あのー、例えば、えー、ロディリッチとかそうじゃないですか。ザ,ボッ,かッザボックスとか、ロディリッチのザボックスとか。 ね、ドジャキャットとかね清掃とかね。っていうのも TikTok の影響もあってヒットしていて例えば今週のアメリカのビューボードのソングチャートの、えー、5位にロディ・リッチのザ・ボックスが入ってて6位にドジャ・キャットの清掃が入ってるんですね。うん、でザ・ボックスはね特に今5位ですけど今年の2010年の初めぐらいはもう首位を 結構長いことをキープしてましたよね。ね撮ってましたね。うん、七週か8週ぐらいは週を取ってたはずなので、もっと取ってたかな。いやし、去年のね、ディルナズ X だってそうだっでしたよね。あー、言われてますね。あのオールドタウンロードね。そうそう。あのそう、他の要因ももちろんあるんですけど、それはあのビルボードのカテゴリー、カントリーのカテゴリーに入る、入らないみたいな。 あの議論もあって、それによって曲自体に注目されてっていうのもあったんですけど、まあはい、TikTok も要因の一つではあるんですけどね、っていうのもあって、うん、で、アメリカのビルボード史上最多の首位のチャートインをしてたので、だからアメリカでは結構ね、もうトップを争うレベルで TikTok の影響っていうのは出てたことになりますよね。あロディ・リッチは11週ですね、うん、す11週あの、チャート、ソングチャートで首位を取ってましたね。 まあもちろんラップなんですけど。でも、ザ・ウィークエンドのブライディング・ライツも知ってます、はい、この曲でみんなリクリイズするってやつ。はい、あ、それもあ TikTok であったってことですかうん、TikTok で。ああ<ー>。いっぱいありましたよ。ザ・ウィークエンドのブライディング・ライツは今週の2位ということになってますね。長いそう、ね。でもなんか、ブライディング・ライツはなんか印象的にそ、なんか、なんやろうな、TikTok 関係なく普通にヒットしてたイメージがあったんですが、その TikTok のやつって、 はい、でブライディングライツが使用されるようになったのっていつからとかご存じですかこの辺ぐらいらえでもやっぱりあれじゃないあのアメリカで外出自粛が始まってからだと思うんで、はい、3月末とか4月上旬じゃないですかあそうなんですね。ブライディングライツ自体は曲自体だったらもう去年の12月ぐらいにリリースされてた曲なのでだから TikTok なくてもヒットはしてたような気がするんですけど TikTok があるから。 さらにに上乗せしてててかれてるって感じになるんかとりあえずなんかネットの何かをきっかけにしてさらにヒットしてるとか,なんかブーストされてヒットされてるとかっていうのは非常に目立つ動きがありますよねアメリカはちなみにね今週の1位はアメリカのねアメリカのビーボードソングチャートの1位はトラビス・スコットキッド・カディのザ・スコッツっていう楽曲なんですねもうこちらはラップなんですけど、はい これは知ってる人もいるかもしれませんが、えー、オンラインゲームのフォートナイトっていうゲームがあって、その中のバーチャルショーでパフォーマンスした楽曲なんですね。っていうのが、もうそのフォートナイトでパフォーマンスされた翌日にストリーミングや配信で解禁をされて、だからセールスとかストリーミングとかどちらでも1位になってるんですけども、これもね、TikTok ではないですけど、そのオンラインにおける、まあ、言い方を変えれば、 オンライン上での曲の広まりっていうのがチャートにダイレクトに影響していますよね。日本よりも。いや、してると思いますよ。だって、今僕はオンラインゲーム、フォートナイトの中でやってるバーチャルショーでパフォーマンスされた楽曲ってこれ10年前に言ったら全く意味のわからんことやと思うんですけど。<laughs> 確かにねなな。なんでゲームでゲームの中でライブをしるんだってなるかもしれないですけど、これだってね、相当ちょっとざっくり調べただけなのであれですけど。 このフォートナイトっていうゲーム市場、まあ他にもね、フォートナイトではライブをした、バーチャルのライブをしたアーティストさんもいらっしゃるんですけど、今回のこのトラビス・コットのイベントには、2770万人が同時に接続してたそうなんですね。うん。うん、だから、も、ま、う、あ、世界で2770万人っていうことなんですけど、2770万人がね、多分この後、翌日には聞いてるはずですから、1回以上は。だから相当な数になりますよね。これまで、はい。あだって はい、すいませんでもそんなさ大勢の人がさ一気に集まるときって本当もうないですよねオリンピックのんだろう開会式見るぐらいなそれぐらいじゃないですかなんかそれぐらいの希望感がすごいありますよねうんすごいこれね子供でも見れるわけですからね、うん、特にゲームですからすごいね幸せもあるし今まで「フォートナイト」でライブをして同時接続の記録は、はい、おそらくマシュメロやと思うんですけど マシュメロの1,000万人ぐらいだったと思うんですけど、まあ、この外出自粛のムードであるっていうことも踏まえて2,770万人やったと思うんですけどこれさ、うん、いや純粋な疑問で外出自粛が決まってから決めたんかその前から決まってたんかどっちなんやなっていうのがすごい疑問であるんですよね。どううなんででしょうねもしさ外外外出出出自自自 <laughs> 自粛粛粛、うん、粛に なるだろうっていう時もしかなってからこれを決めたとするなら動き出したとするならすごい早い判断ですよねうんもう先読みがねすごいよね、うん、そう先読みがうちも先読みって記事を出してますけど <laughs> 先読みがすごいんですよねうんですごい思いましただから TikTok とかその、まあ、今回はフォートナイトっていうオンラインゲームでしたけどそういうえっ、ー、とオンライン上のサービスによって SNS 的な要素からヒットしてるっていうのは特にアメリカではすごい強い、えー、影響力を持っているっていうのをねちょっと言いたいがためにアメリカビルボードソングチャートの話をしましたけどでも日本でもなんだっけ、はい、こういう今回の香水みたいにそういう、うん、なんて言うんだろうこういう SNS じゃないけどそういうバーチャルとかなんか、うん、そういうデジタルなところでデジタルななんて言うんだろう見る <laughs> 見るところで はい、流行曲が流行ってそれがなんかこうストリーミングとかそういったところにもちゃんとつながってるからうんなんか新しい流れは徐々にでき出来上がってますもん、ねうん、日本でもできつつあるっていう感じですね、うん、ちなみにねアメリカのせっかくなんでアメ,リアメリカのビルーボールソングチャートの例えば8位はねポストマロンのサークルズですけどこれだいぶ長いことをトップ10をキープしますけど、はい、もちろんアメリカでも トップ10に長いこと、決して1位ではなくても。5位とか6位とか8位とか、でずっと、あの、居続ける、ちゃんと居続けるってことは。まあ、日本のみならず、アメリカでも、ある現象ですよっていうことも、補足して。一応言っておきますね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。<laughs> じゃあ、という、というわけでじゃないわ。えー、っと、なんか、めっちゃしまった感があるんやけど、えー、っと、<laughs> ちゃうね。まだまだいっぱいある。日本の。 日本の話に戻しましょうか。えーとはい、あともう一つあるのは、あれですかね、パプリカがストリーミングで1億回再生を突破したっていうところですかね。えー、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。先週、あの1億回再生いきそう、通算1億回す再生いきそうな楽曲を藤井さんに紹介してもらいましたけど、そのうちの1曲でしたね、はい、パプリカは。というわけで、はい。だから、パプリカはもちろんね、あの米津玄師さんが。 えー、作った作曲作詞作曲者楽曲だと思うんですけどあプロデュースもですねしてますけど、はい、これで米津玄師さんが手がけた楽曲としては打ち上げ花火と間違い探しあだから打ち上げ花火はダオコとねダオコさんとやった打ち上げ花火とあと菅田将暉さ,さんの間違い探しに続く3曲目の1億回再生の突破ということになりますでも米津さん自身はねストリーミングを解禁していないですから確かに ストリーミングを解禁していないアーティストですが手がけた楽曲は3曲1億回突破してるっていうストリーミングを解禁してないのにストリーミングで存在感を見せつける米津賢治さんってことなんですねすごい米津さんがストリーミングしたらそれもそれでビッグニュースになりそうですねそうですねなんか最後の砦か最後最後の砦ぐらいの砦っていうとあれやな なんかラスボス感がありますよ、ね、ストリーミング解禁においてね <laughs> いていストリーミング解禁においてのラスボスね。<笑><笑>ハンガーありますよね。ヨネスケイさんかジャニーズさんかのどっちかみたいな。あ、確かに, <laughs> 確かに。ラスボス感がありますよね。うん、ある。他あるかなラッドウィンプスもまだかなあ、そっか、やってないか。ビーズもやってないかなああ、思えばいっぱいありますけどでもその。思えばいっぱいありますけど <laughs> そうラスボスの。 いや、でもラスボスがいっぱいいるってことですね。ラスボスが、うんうなんか、うん、ジムリーダーがいっぱいいるみたいな感じです。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> というわけで、パプリカが1億回再生をし,しましたということでした。はい、おめでとうございます。おめでとうございました。はい。というわけで、ちょっとアメリカの話をし,をしたので、日本の話はそんなにしてないかもしれないですけども、あまた雷が。えー、すごいね、今光ったよ。今完全に光ったね。えー <laughs> じゃあアルバムの話をしましょうか雷が起こっているので、はい、アルバムのトップ3をご紹介いただいてよろしいですかはいえー、ほおすごいすごいすごいよすごいね、うん、あでもいいタイミングじゃないですかなんか話の切り目みたいなあまあ早く進めと言ってんのかなか雷がジングル、はい、雷がジングルみたいな感じ <laughs> はいえホットアルバム2第3位は ジュジュの YourStory ーー第2位は Dice の Face そして第1位は THE オーラルシガレッツの s a c マ m y w o r l d でしたはいやっぱりねいろいろちょっとねポイント自体は全体的に打ち気味ですけどもうこの総合アルバムチャートの123が、えー、っと CD セールスの123でもあることになってますはいそんなにねダウンロードの順位はそんなに高くはないんですけども だしポイントもちょっと定徴気味なんですけども1位は、えー、オーラルシガレッツの作前ワールドでございましたということです、はい、そんなにねあの新しいアルバムもチャートにしていないのでトップ20で多分67作品だったと思うんですけど、うん、だったのでそんなに多くチャートにしていなかったですけども、えー、そんな中で、ね、ポイントを伸ばしてる作品が結構ありましたねあ 前の週に比べて、ポイントを伸ばしている作品っていうのはいくつか見受けられました。例えば、えー、今回は総合の17位から9位に上昇している浜崎あゆみさんのアコンプリート・オール・スイングスっていうベストアルバムが、特にダウンロードを伸ばしてね、まあ。先週もダウンロードを伸びてたって言ってたような気がするんですけど、今週も同じようにダウンロードを伸ばして順位を伸ばしてますし、他、ヒゲダンのトラベラーとか、キングルーンのセレモニーとか、 アイミュの「瞬間的シックスセンス」とか「三代目 j s ジ u l ソ r o t h e r の「ライズ・ザ・フラッグ」とか、まあ、トップ20の中においても、えー、とポイントを伸ばして順位を上げているっていうのが、まあ、この状況下においてもある、えー、結構多くの作品がここで取り上げたのは5作品ですけど、うん、ポイントを伸ばしているっていうのが、えー、現象としてあったということをですやっぱり今やっぱりあゆ、はい、が今あゆというかあのドラマがすごい話題になってますから。 M、愛すべき人がいてが話題になってる。うん、それがおそらく要因だとは思うんですけど、っていうことによってダウンロードが、えー、伸びていましたね、はいえー。そうなんでしょうね、うん。という感じですかね、アルバムはそんな感じだったと。あ、えっ、ー、とね、8位、総合アルバムの8位に、ゲスの極みを透明のストリーミング CD レコードっていうアルバムが入ってて。はい これはダウンロードで首位を取っているんですけども。はい。CD がね、これ CD でもリリースしてるんですよ。どんな CD かご存知ですか、うん、これはちょっと変わった作品ですね。こんな作品あるんですかね今までに <laughs>。多分ないでしょうね。いや、このね、えーと、ストリーミング CD レコードっていうタイトルの、えー、ゲストの木山音の作品なんですけど、これ CD でのリリースの場合、CD ケースの中には、 歌詞ブックレットだけが封入されていて CD の代わりに、あのー、バームクーヘンがついてるんですね。木八さんのバームクーヘンが。はい、えー、そう木橋さんのバームクーヘンがついているっていう <laughs> つまり賞味期限付きアルバムっていうことでこれあれらしいですねちょっとリリニュースを読んだんですけどはいだから CD がリリースされて CD が CD ショップに並ぶわけじゃないですか。はいでもその CD ショップに並んでもまたしばらくしていったらもう 品揃いいいががが変わっってて、うん、そのリリースしたたたた CD が店頭にないみたいなみみことがあったみたいで、うん、だからつまり CD にも賞味期限っていうのはあるんじゃないかっていう思いからこのじゃあ賞味期限があるんだったらもう賞味期限付きアルバムっていうことでもうバウムクーヘン入れてもいいであ,いいであろうっていう、まあ、実際バウムクーヘンがない普通の CD でもまあ賞味期限なるものがあるんじゃないかっていう思いから作ってる。 そうかー、うん。っていう気持ちが込められてる。そうですよ。はあ<ー>。結構。ななんですか。そういうことね。分かった。私、C. D.。分かった。分かった。分かった。あの C. D. になるもんね。輪っかの。聞いた。あ、なんでバームクーヘンかってことですか。そう。あ、そうですよ。そうそう、そうよ。そうです。ごめんなさい。私、今箱で思い浮かんでた。 そうかだよ。うん、でも輪切りにしたら CD に見えますもんね。CD に見えるでしょ。ああードーナツみたいになるじゃないですか。だから、バウムクーヘン。<ー>バウムクーヘンです。はあはあはあいうっていう理由です。っていう理由です。バウムクーヘンが入っているのは。なぜバウムクーヘンなのかっていうのはそういう理由ですね。<laughs> 面白い。はい。というわけで、えっ、ー、と、アルバムのチャート、総合アルバムのチャートも発表しましたので、まあ、チャートの話はこれぐらいにしようかなというふうに思いますけど、ちょっと今日、今回は。 雷に気を取られてあんまりうまいこと喋ってない気がするんですが <laughs> ちょっと聞き耳あの、ね、立てながらねやってましたよねうんそうねとかなんかちょっとタイミングがねずれたりとかしていたのであとは夏場とかどう,どうしようかな雷がするんです梅雨とかあのゲリラ豪雨とか絶対あるじゃないですか雷がなることなんか、うんまあ、その頃には家でやってるとは思えないですけどいやまだ分かんないんでいやまだ分かんないですよ気を抜いてはいけませんよ ね、もう1か月が我慢、もう1か月以上たってね、さっき言った通り、ちょっと耐えきれなくなる人たちが出てくるかもしれないですけど、もうちょっと頑張ってみましょうかみたいなこと言ったら、なんかすごい政治家みたいで嫌なんで、<laughs> なんか、なんて言えばいいかな。なんて言えばいいんでしょうね。なんて言えばいいかな,、ま、なんかね、何かしらね、ちょっと、<laughs> そうですね。もう本当に僕は掃除したの家の掃除除のの家を 本当にもう目に見えないところまで全部やったんで、うん、あの排水口とかね <laughs> 排水口の中のなんかぬ,ぬめり取り的なやつとかは全部, <laughs> 全部やるや,たた、ね、やれることは全部やったんですけどやれること全部やってない掃除をまだできてない人は掃除してみてもそうですねこの際に掃除そうそうですねうんとかかな掃除したらねあの空気もきれいになるんでねなります なるからね僕はちょっと空気清浄機でも買おうかなと思い始めてきてますね。そうですね。社会と、うん、いうか経済も動かさなきゃいけないから。うん、やっぱり何いいなと思ったら買う,、うん、買うってうのもいいと思いますよ。うん、買うのもストレス消費になると思うんで。あそうね、ストレス消費、まあ、もちろんね、そうですね。買うのが一番の、ね、意思表示みたいなとこありますからね。うん。確かにそ,、ね、そうじゃあこの際にやっぱりなんかちょっとこれまで買うのをしぶしぶちょっと先延ばして、うん 買える人はね、<ん>買った方が。そう。うん、買える人はね。買える人は。あの、給付金でいろいろ買うのってもありかもしれないですね。あるかもしれないです。はい。そのための給付金らしいですから。はい、はい。というわけで、えっ、ー、と、ビルボードポッドキャストでございました。また来週、よろしくお願いいたします。<laughs> はい。来週もね、<laughs> はい、いつも通りやりましょう。はい。いつも通りやりましょう。すいません。はい、今日じゃあ ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。雨やんだな。